大声で集団で歩き回んなよ。近所迷惑や。一人で歩け。大人になったら謝るだけの度胸ぐらい身につけろ。かっこ悪いぞ。そのまま有馬警察署に出頭せ。お前らは集団で歩いているから気大きくなってるだけや。一人で歩け。ストーカーは行為法違反だよ。世界のルールは法律や。それぐらい守れ。あと挑発行為や。裁判所も闘争の場だよ。戦いの場や。覚えとけ。法律でそうなっと。読むだけの努力はできんのやろ。六法全書とか。お前らが根性なしだっていうことくらい簡単にわかるよ。一人の人間が注意して他の人間が注意してるふりをしてごまかしてるだけ。あいつは集団でグループや。軍道五人組。あいつはもう芸能界からいらん。スポーツ業界もいらんよ。あいつらの口座から徹底的に抑えだったよね。スポーツ関係者とかテレビ局関係者だったらな。